グウェンドリン・ウィロー・ウィルソンは、アメリカの小説家、グラフィック・ノベルライター、エッセイスト、ジャーナリスト。小説家としての代表作に、無限の書、グラフィック・ノベルライターとしての代表作に、ミーズ・マーベルシリーズがある。1982年、ニュージャージー州、モリス郡生まれ、両親は無神論者だった。10歳の頃に X、X メンに出会い、コミックに短撃する。 ボストン大学で歴史学を学び、在学中に仏教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教を研究し始める。2003年にイスラム教に改修後、カイロに渡航。英語教師を務めながら、ジャーナリストとして活動する。2010年には、このエジプト時代の回想録ザ・ブトフライ・モスクを出版している。また、現地で出会ったエジプト人の物理学教師と婚約し、 後に一緒にアメリカに帰国した。2007年、グラフィックノベルライターとしての初作品回路を刊行。2008年にエアーシリーズを刊行開始。2012年、小説家デビュー作となる長編、無限の賞観行。同書は、翌年の世界幻想文学大賞を受賞した。2014年からは、ミズ・マーベルシリーズのグラフィックノベルライターを務めている。 同書はマーベルコミック史上初めてムスリムの女子高校生を主人公としている。ありがとうございます。